その後、恐怖のような足取りで体育館へとやってきた俺たち。全校集会が始まり、校長や教頭のありがたくも長い話を睡魔と戦いながら右から左へ受け流す。どうした？眠そうだな。ちょっと夜バタバタしててな。そういえば猿も遅刻してたけど寝坊か？いんや、この前買って積んでたエロゲーやってて気づいたらアウトだった。もっときつく先生に締めてもらえばよかったの。このやりとりから分かる通り、こいつの趣味はエロゲーやギャルゲーなど、いろんな女の子と仲良くなれちゃうゲームだ。なんでもモテ男の筆頭である作中の主人公を参考にし、自らもそうなれるのではと期待しつつプレイしているらしい。すっげえ可愛いヒロインが二人いてさ、どっちを選ぶか悩んでたらいつの間にか朝になってたんだよ。輪をかけてしょうもない理由だな。なあ、俺は一体どっちのヒロインを愛せばいいと思う？順番に攻略すればいいんじゃないの？は？その手があった。目から鱗が落ちていた。こいつ頭の出来が残念すぎる。ちなみにいつも主人公には特に触れず、感想といえばただヒロインにブヒブヒ言っているだけのもの。聞いている限りこいつがキャーレムを築ける日が来るとは思えないが、友人として強く生きてほしいと願っている。続きまして、生徒会からの連絡事項を。生徒会長の六音寺さん、副会長の桜木さん、お願いします。司会の紹介と同時に、それまで無駄話に花を咲かせていた生徒たちの視線が一斉に壇上へと向けられた。マイクの前に立った生徒会長は、見とれてしまうほど綺麗なフォームでお辞儀をしてからゆっくりと口を開く。おはようございます。ただいま紹介に預かりました会長の六音寺薫子です。新入生の皆さんは入学して1週間が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか？生徒会長、やっぱり綺麗よね。俺たちのすぐ後ろで簡単のため息を漏らしていたのが、我らがクラスの委員長の綿貫カレン。すごいよね、綿貫カレン。教室では隣の席で、猿と同じく1年の頃から同じクラスだ。ああ、しかも美人なだけじゃなくて、成績も常にトップとか完璧すぎるぜ。しかも家柄もいいんでしょ？天は二物も三物も与えるんだからずるいよね。また来月末には文化祭も控えており、各クラスから実行委員を一人ずつ選出していただく予定です。ホームルームなどの時間を使い実行委員を決めておいてください。あのさ、まあ、あんまりね、あれこれ言うのはねよそと思うんだけど、すごくぼかして言うけど、この声を聞くとさ、他の生徒会長を思い浮かべるのは俺だけじゃないと思うんだよ。きっとね、世代が合う人は。この声聞いたらね、ちっちゃい生徒会長を思い浮かべたら、まあ、そういうことですわ。はい。まさに完璧なお嬢様だな。いいな、お近づきになりたいな。近づいたところで通報されるだけだろ、お前だと。猿川、生徒会長にゲームの話題は通じないわよ。いいんだよ、話なんか合わなくても。あー、罵られてみて。あの綺麗な瞳で見下されながら踏んでほしい。うわ、猿川本気で気持ち悪い。罵っちゃダメだ。見ろ、現に絶頂仕掛けてる。これ以上はまずい。あのしない方が良かった？あ、いや、放置プレイも危険だ。多分結果は変わらない。じゃあどうすれば良かったのよ。諦める。災害レベルのどうしようもなさね。そうこう話しているうちに会長の挨拶が終わった。軽い咳払いを挟み、続けて副会長がマイクに口を寄せる。皆さんおはようございます、副会長の桜木です。どうしたんだよ、さっきからため息ばっかり。だってさ、彼女のルックスどう思う？
どうって金髪壁眼でハーフってやつか。目立つ容姿してるな。そう、すっごい目立つよね。立ってるだけで視線集めちゃうよね。おそれがどうしたんだよ。つまりめちゃくちゃ舞台映えするってことよ。いいなぁ、羨ましいなぁ。生徒会なんて入ってなかったらすぐ勧誘するのにな。ああ、そういうこと。そういえば院長は演劇部だったな。いろいろ思うところがあるようだ。確かに生徒会長もそうだが、綺麗な声をしているし舞台には向いてそうだな。うん、二人とも声が綺麗だって意見には賛成。彼女たちが口を開くたび、意識しなくても引き込まれていく感覚がある。生徒会では目安箱を設置し、皆さんからの意見や要望などを受け付けています。何か悩み事や相談事などありましたら生徒会までご相談ください。成績も2年トップでスポーツも万能、おまけに金髪ツインテール、つまりツンデレだ。あ、生きてた。しかもだ、俺が掴んだ情報によると二人とも彼氏はいないらしい。意外だな。それだけ揃ってれば引く手あまただろうに。この学園の男じゃ無理無理。っていうか、あの二人に釣り合う男なんて、それこそどっかの御曹司とか連れてこないと。お、でもせっかくだし、なるみがアタックしてみたら。なんでせっかくなんだよ。てかなんで俺。猿川だととりあえず通報されちゃうし、イカリ君の場合顔はいいけど女の子の趣味が独特なんでしょ。消去法かよ。大丈夫、仲良くさえなってくれれば別に付き合わなくてもいいから。なるみが生徒会の仕事手伝ったりしながら説得して、掛け持ちでもいいから演劇部入ってくれるよう交渉してくれるならね。さっきは釣り合わないとか言っといて無茶言うな。演劇部に入ってほしかったら自力でなんとかしろ、どうにかしろ。ケチ。生徒会からは以上です。ありがとうございました。六音寺生徒会長、桜木副会長、ありがとうございました。続きまして、あの二人が壇上から降りた途端、生徒たちは再びざわつき始める。わかりやすいよな、ほんと。じゃあ俺、授業始まる前にジュース買ってくるわ。ああ、俺は先に教室戻ってる。俺も。ああ、私の分も買っておいて。もちろん、猿川のおごりで。おう！ん？おごり？猿川。頭上にハテナマークを浮かべる猿の背後から突如現れた先生が、ポンポンとその肩に手を乗せる。いや、言い直そう。ボンボンとその肩を脱臼させようとしている。ずいぶんと楽しそうに騒いでたな。先生方の話はそんなに退屈だったか。いや、嫌だな。遅刻して反省中の人間がそんなことするはずないじゃないですか。クマタンの勘違いじゃないですかね。しっかりチェックしてるぞとホームルームの時に注意しておいたはずだが。そのホームルームに参加していませんでした。あと、私のことをクマタンと呼ぶなと何度言えばわかる。可愛いじゃないですか、クマタン。クマタンにぴったりっすよ、クマタン。岩熊のクマを取ってクマタン。呼んでいるのは猿だけだ。軽々しく口にしてたら命がいくつあっても足りない。一つ、お前にいいことを教えてやろう。それって気持ちよくなるようなことっすか。授業の支度もあるし、軽い注意で済ませようと思ってたんだがな。朝のことといい、お前にはまるで反省の色が見えない。そして俺には血の色が見える。喜べ猿川、お前を黄泉の国、いや夢の国に連れてってやろうじゃないか。いやっほー、やったぜ、ネバーランド越境招待だ。そうか、喜んでくれて私も嬉しいぞ。ただしネバーランドへは片道切符だがな。にっこりと微笑んで先生が猿の腕を取り、教室とは反対の方向へ歩き出す。肘の先がおっぱいに当たっているのか、去り際の猿はとてもいい笑顔を浮かべていた。
その笑顔を見られるのは今日が最後かもしれない。それとなるみ。へい。教室に戻ろうとした俺の背中を先生が呼び止める。お前は声を抑えていたから今回は見逃してやるが、次はないからな。了解です。わかればよろしい。そう言って先生は猿を引き連れ、今度こそ廊下の向こうへと消えていった。ふぅ、焦った。正直俺も連れて行かれるかと思った。あいつみたいに痛めつけられて喜ぶ趣味はないし、万が一何かに目覚めても困るしな。俺と院長は何も言われなかったな。普段の行いじゃない？委員長って顔に似合わず結構ズバズバ言うよね。出来のいいマサトとよく一緒にいるおかげで、周囲の女子から見た猿の印象は余計に悪く映っていることだろう。とはいえマサトがいろいろとフォローしている部分もあるわけで、どう転んでも積んでるなこれ。見逃してもらった俺たちはそのままくだらない会話をしつつ教室へと戻る。直後どこか遠くから猿の悲鳴が聞こえたのは言うまでもないことだろう。ナムナム。それでは授業に入る前に先日実施した小テストの返却を行います。はい。てなわけで一旦このぐらいでちょっと終わりにしようかな今回は。いやカロリーが高い。いやまあね、こんな感じで、この先もわがままハイスペックやってまいりますので、まあまあまあまだまだ序盤なのでね、まだヒロインとまあ全員まあ一応出てはいるけど喋ってないね方もいますので、まあその辺はこれからといった感じでございますね。いやうん楽しいね。ではでは今日のところはこの辺で、今回もご視聴ありがとうございました。今回も良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録などなどしていただけると嬉しいです。ってなわけで、この辺で今回は終わりです。バイバイ。